皆さんこんにちは。テーマパークコンサルタントの清水郡です。テーマパークという街で生まれるコミュニケーション第7回目ということで前回まではまあコミュニケーションのねお話をしてきたんですけれども今回からそれをどうやって会社内組織内チーム内に浸透させていくかというお話をしていきます。ね コミュニケーション一人だけじゃ取れないですからね、やっぱり組織の中に浸透させていかなくてはいけませんので、どうやってあなたが浸透させていくかというお話をしていきます。そして、えー、今日お伝えするのが、2回伝えたくらいで息になるなというお話です。はい、あのジェットコースターのお話をね、ちょっとしたいなと思います。はい ジェットコースターにはですね悩みというのがありますあのジェットコーースターの悩みというよりはジェットコースターを運営する人たちの悩みというような感じですね。あのこれは海外のテーマパークのジェットコースターなんですけれども、まあ、こんな感じですごいレイアウトコースレイアウトしてますね。こういったジェットコースターにですね例えばポケットに荷物を入れたまんま乗るとですね まあよく物が落ちるんですね。ポケットから小銭とかタバコとかあとたくさん飛んでいきます。まあもちろん落ちてもですね、えー、下人が歩いている場合があるので、えー、そういった人たちに当たらないようにネットを貼ってあるんですけれどもまあやっぱりね、えー、落ちない方が絶対いいですからね、えー。基本的には持ち物というのはロッカーに預けていただくという案内をしているんですけれども例えば財布。 貴重品ですからね持っておきたいとかあとは時々ですね動画を撮りながら乗りたいということでスマートフォンを隠し持って乗る人とかまあ、中にはいらっしゃいますまあそういった人たちがどうしても一定数いらっしゃるので物がよく落ちるんですけれどもやっぱり安全のね観点では減らしていきたいわけですそのために私が海外のテーマパークでテストしたお話なんですけれどもじゃあ 物がよく落ちるのでどうやって防ぎましょうかということでもう人海戦術でいきましょうかと何をしたかというと伝え続けたんですね持ち物はロッカーに預けて乗ってくださいということをとにかく伝え続けました1人が伝える2人が伝える3人が伝えるとまあそれぞれ人数を増やしていくとですね 人数を増やしていくと落とし物の件数というのがやっぱり1人,1人が伝えた時2人が伝えた時3人が伝えた時ということでやっぱり落とし物の件数っていうのは伝える回数を増やすたびに減っていきましたでも伝える回数を増やす伝える人数を増やすということはそれだけスタッフさんの数がいるというわけです、えー、なので人件費がかかるというわけですね なので、えーまあ、人件費を増やせば落とし物減るんですけれどもかけた人件費の割には落とし物そこまで減らなかったんですね確実に効果は出てるんですけどもなので経営者の方と相談して何人までやりますかという話をしてまあテストだから一旦他のアトラクションの人も集めて10人ぐらいまでやってみようかということで10人までとりあえずテストをしてみたんですね そうすると、1人、2人、3人、4人というふうに、まあ、ちょっとなだらかに下がっていきました。いややっぱり、まあ、10人までいってもそんなに効果出ないかなと思っていたらですね、1、2、3、4、5、6、7できて、8回目、8人、8回伝えたときにですね、ぐっと落とし物件数落ちたんですね。8回です。まあ、これ偶然かなって思ったんですね。 でもしかしたらあ、90って増やせば、ね、12345678910ってもっと下がるんじゃないかなということで、90ってやってみたらですね、1234567890って、まあ8、8回よりはちょっと下がるんですけど、8回とそんなに変わらないなと。ということで、あなんかよくわからないけど、8回伝えたらいいんだなと。で、これは海外の事例なので、まあ、海外のね、文化とかありますから、 日本は違うかもしれないということで日本のクライアントさんにも試してみていただいたらやっぱり8回で効果が出たんですね、まあ、これはあの何か科学的に実証とかっていうわけではないんですけども何かエビデンスがあるとかそういうわけではないんですけどもね私の経験則なんですけれどもやっぱり相手が興味ない例えば落とし物を防ぐために持ち物ロッカーに預けてくださいとか。 まあそんなのねお客さんからしたら特に興味ない話ですから興味ないことでも8回伝え続けたらああ伝わるんだなと、まあ、個人差ありますけどね。なのでじゃあここで何が言いたいかというとやっぱり諦めないことなんですね。まあ、コミュニケーション ねまあ、取れてた方がもちろん皆さんもいいと思うかもしれないですけどもまあ取れなかったからといって、えー、仕事がなくなるかというとまあそこまででもないと思うんですよね、まあ。取れた方がいいなというものだとは思います。そういうものってやっぱりなかなかですね、えー、あなたがもしリーダーとしてコミュニケーションを取っていこうとしてもやっぱりなかなかみんなついてきてくれないんですよね。 なのであなたが諦めずに伝え続けるコミュニケーションを取ったらこういうことあるからとかこういうふうにトレーニングしたら気づくことができるようになるからとかそこを諦めずに8回せめて8回伝え続けるというのが非常に大事なんですでやっぱりですねチームのためを思ってあなたが諦めずに8回も何度もですね繰り返し伝えたらやっぱり周りにも あなたが一生懸命動いてるっていうのはやっぱりり伝わりますそば、ね、で自分のためにチームのために一生懸命になってくれる人のことをねバカにしたりするようなそんな社会でももちろんありませんので是非自信を持って、えー、あなたがリーダーとなってコミュニケーションというのを諦めずに広めていってほしいなと思います。はいということで第7回目は、まあ、ジェットコースターをね話からやっぱり諦めずに伝え続けることが大事ですよと。 といいうことをお話しさせてたただきました第8回目以降もこういったコミュニケーションどうやって浸透させていくかというお話をしますのでぜひご覧ください。